はい、セッション27。ゴクオルチだ。来い。来い。お、来た。6枚。来い。じゃあやりました。やっと当たり出ました。よかった。後半になった方がいいんですかね。やっと当たり出ました。結構進んじゃったな。はい、どうも。妖怪三国志国取りをず今回もやっていきます。はい、というわけでね、今回もね、討伐戦やっていきましょう。結局大当たりがねやっと出ましたんでね、それを最初にお見せしたと思うんですが、結局のところなんかね、後でちょっと他のセッションについても報告するけど、結局なんかね宝珠なし討伐戦攻略になってるということで、なんか全然今んとこ宝珠使わないで、特攻がこれなんだね、全然宝珠使わないでね、攻略になっちゃってますね。それでオロチ5兄弟いますけど、まあ5オロチちょうど今のセッションね、なんか今のセッションもなかなか全部参加できなくて、おい、あった気力だ。で、ゴクオロチももうね、やられて聞き出したんだよね、真ん中に。なので、非常にここの時点でレベル上げれるのはありがたいですね。はい、じゃあ他のセッションもね、見ていただければと思います。はい、セッション23。セッション23、お、大当たり初めて出た、甲冑さんの回、五右衛門だ。まあこれもでも甲冑さんめっちゃ欲しいけど、まあまあまあこの中で来いって感じ。よいしょ、ブー、ダメでした。ただ大当たり初めてね見ることができました。はい、セッション24、甲冑さんと五右衛門。なんかこの辺りから大当たりが見えてくるのかなと思ったけど、そうでもねえってね。おう、まあこんなもんかな。はい、ということでね、郵便から受け取りましょう。いやー、やっと来ましたね、ゴクオロチゲットっす。いやー、よかった、超4凸。まあいわゆるこれ討伐でも、確かにこの前うちの同盟でも話したんだけど、ゴクオロチ周遊っていうぐらい出んのに、ゴクオロチは何軍いた、3軍のトップ、こっちはちゃんとゴクオロチ周遊で武将妖怪になってんのに、ねえ、かっこいいよね。雷まだ不気味活躍できるだけど、極長マーハゲさんは普通に極生ハゲなんだよね。別に生ハゲなんだから調量でいいじゃんっていうね、そこがちょっとデザインがね間に合わなかったのかね、残念だねということなんですけど、まあ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 初めてね甲冑さんは見えましたけどね、ちょっと後半はやっぱりね大当たり出やすいかもしれないですよね。まあちょっとこのまま頑張っていきたいと思います。はいはい、というわけでね、大当たりはね、甲冑さん見えたんだけど、なんか本当はチャレンジしてもよかったかなって後ですげえ思ったんですけど、まあ本当ね、オロチさん、オロチ5兄弟がね今揃ってきて非常に気分がいい感じですね。ゴクオロチね強くしたかったんでね、あとはちょっともうどうにでもなれっていう感じなんだけど、もう今の時点ではもう28なんでね、この動画をアップしてる頃には多分またレベル30ぐらいの、最後のねあれになってんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ私ね今回いろんなコメントいただくとね、小成婚で
結構痛い目に遭いましたっていう人が2人あの抽選券全部引いて、さらに最後カード全部引いたって方いらっしゃったんで、まあ私セッション15でねすげえ交換できる、うん、あの剣という剣ほとんど使っちゃったあのあれに言えないんだけどね、まあちょっともうこう交換券もうほとんど使っちゃったんでね、もうこうなったら普通に極おろちとかね極生ハゲをまあなんか優しくね、だから後半ってやっぱちょろっと大当たり出やすいはずなんでね、前半より自分のねあの感想だけど、なのでまあ地道に極生ハゲ1回でも出ればいいなと思いながらね、やりたいなと思います。なんとなくもう一応宝珠ここまで節約っていうかたまたま大当たり出なかっただけなんだけど、大当たり出ないと宝珠なくならないんでね、まあまあまあって感じですかねはい、ちょっとね強くなってきたよね、なので結構途中でねやられちゃうかなっていう感じなんで、ここ龍も使ってるけど、あ助手を使ってるけど、まあここカーンとかねそういう風に変えるのもありなのかなと思いますね。結構真ん中がやられやすくなってきましたがね、ヒットポイントは変わんないんだけどね、はい、という感じでようやく初あたり、しかも、うん、なんかどうなんだろう、ちょっとやり方的には最近ちょっと要は全部って参加するの難しいから、なんか1個に集中させて、例えば私だったら27はスキップしちゃったんだけど、多分他もスキップしてるの結構あるんだけど、あ26か26多分スキップしてて、ん、まあ、とにかくなんか1個スキップするとこの剣が溜まるじゃないですか、それで一気にドバーってやって、今回みたいになんか6枚ぐらい引けて、そうだからあるセッションは1枚だけ1回だけぐらいでご宝珠もらうぐらいにして、うん、そして次のセッションにドバーってやるぐらいの方がいいのかなと、ダラ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 って言い方あれだけど、うん、鳴らして、うん、鳴らしてやるぐらいだったらもう正直ね全部交換しちゃったんだよね、うん、鳴らしてやるぐらいだったらなんかメリハリつけた方がいいような気もするけど、メリハリつけると逆にね向きになっちゃう部分もあるんでね、まあどうせ交換もないしね、まあちょっとその辺はうまいことバランスとってねやれればいいのかなと思った今日この頃、まあとにかく討伐戦ね、まあ毎回これ第何回か分かんないけど、まあ、毎回1体はね絶対当てられるので、そういう風に運営さんも多分してくれてるような気もするのでね、いやでも狙ってるやつでよかったな今回、本当はイカさんとかがいいけどね、はい、でねさっきも言ったけど今後はおそらくもう30この動画がアップされる頃にはもう第3形態になってるとは思うので、ちょっと第3形態攻略と、もしかしたらなんだっけフェスガシャが被るような気もするんだが、自分はね一応もうエクストラチャレンジについてはもう次のポカポカたちを準備してますんで、あとはねハロウィンジバニャンとか最後のねギリギリゴクオロチとか鍛える感じで、うん、次はねこのポカポカプリチーに頑張ってもらうってとこなんでね、もうなんかある程度うん、不気味とかでね金貨残せる人は次のプリチーポカポカ育成に入った方がいいのかなとも思いますが、これを午後の時点のアップで言ってもねしょうがないとは思うんですが、はい、そんな感じでやったりしています。うん、はい、ということでね最後に1回やって終わりにしたいと思います。まあレベル28になるとねかなりもう攻撃もどんどん強くなってきてね、最終形態は本当まあ、プリチーも結構強いメンバーじゃないとねやられちゃうような感じになるのかなとそろっと思ってます。うん、プリチーポカポカだからね最後はね、そして一応真ん中はねまあ序章のままで回復でやることにした、一応力とかね取り引きとかあって前衛後衛のね攻撃順番とかあるんだけど、まあマニュアルでやれる人はねそれでかわしながらやるのもありかなと思うんですけどね、まあ、自分はいいかなっていう感じでこれ前衛攻撃だよね。うん、で次取り付くあった後衛かな、
これは単体か。一応ここで耐えられそうなんで、一応このメンバーにしてます。超サボりある人はね、それでもいいかな。ジョローグマね、必殺に炎がないのがきついね。そしてこれで後衛攻撃ありましたね。うん、後衛全体攻撃あるんで、まあうまくねマニュアルでやればかわせんのかなと。ただまあどうせやられるし、攻撃がなんか動かす分減るような気がするんで、それどうなんだろうな。うん、で一応後列はね、関羽にしました。真ん中張飛だったんだけど、真ん中関羽にして、極生ハゲさんね、なんとか生き残ってほしい。極生ハゲさんせっかくレギュラーなのに超限界突破ねできないのが残念だよね。その辺もローテーションどうなのよって思っちゃうけど、まあまあまあ。そして装備でね、打ち消しですね。打ち消し意味あるんかなってちょろっと最近思い始めたけど、一応全体攻撃の前衛、そしてまた取り付くあって、今度単体の前衛かなということで、極生ハゲさんがやられそう。でも確かこの後取り付きの後に後衛全体だったはずだな。一応打ち消しとけば生き残れんじゃねえのっていう。うん、打ち消せばちょ攻撃力がね。あ、やられちったやられちったな。一応スカウティングした前回2回はやられなかったのに難しいもんだな一応ね2回試したんだよね、この収録する前に。その時は生き残ったのにな。まあいいや。さあ最後はもうしょうがないね。さあ行きましょう。これあれだったな、超運使って早く打ってばよかったな、召喚な。まあまあそれは今後やろうという感じで、なんか前よりね稼げなくなってきましたね。ということでなんかこう選択と集中した方がいいよな、今日この頃。まあこの辺もね運がねあれだからね。はい、じゃあ今回は初めてね大当たりできましたね。結果ね当たりが出なさすぎて宝珠なしゲットということでこのままね、なこのまま静かにやっていくのもありかなと思っております。一応30より自分は29とか31の方にね力を入れてやりたいかなと思います。はい、今回はこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、熱くなりすぎずに討伐戦頑張っていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。